とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はここ極黒魔術にご注意を、ここをね5周回りたいと思います。5周回って出てきたコマンドメダル、どんなものが出たのかお見せしましょう。そして、コマンドメダルはここからスタートです。入手順、445個目の狂乱のセレナーデ、ここまで持ってるので446番目からとなります。それでは早速行ってみましょう。それでは1回目のボス、あんまりね道中はいいの出なかったな。技メダル2つ3つぐらいだったかな、ちょっと少なめ。まあボスからいっぱい出るタイプだった結構は。あ、ボスは確かなんか出したな。でも道中でもうちょっと出たと思うけど、でもまああと4周あるからそのうち出るでしょう。あー、チャンス取れたのにもったいない、めちゃくちゃもったいないぞ。でもまあブルームーンはマシな方よねこいつは。ああ、あれ、何もしないのかい。何もしないんかい、びっくりした。何もしないんか、ゴミを入れるんかと思ったらそうでもなかった。ああもう倒す、ああ、この前に倒したかったけども、まあ仕方ないね。おいおい、そう、あと2つ、はいはい、じゃあザコもいっぺんに倒そう。あ、1個出たね。あ、2つ出てる。まあということで残り4回いってきます。ラスト5回目、ここもダンジョンが短いからサクッと回れるね。サクッといける。ここで出てくる昔の妖怪はキュービだけ？キュービしか出てこない。あ、いや、人面犬もいたな。人面犬も出てた。やば、ああ、盲目になるとね攻撃が当たらなくなるのが嫌なんだよな。もうちょっと復帰早くして、早い時は早いんだけどな。なんだろう、スキルかなんかな。あ、スキルだ。ポーズを取ったら治るっていうやつね。はい、5回目終了しました。ド発展が出てるもんね。ということで5回終わったところの集計を見てみましょう。さあそれではどんな感じなんでしょうか。446個目だね。446個目のコマンドメダルからです。446だからまあ40個ぐらい出てるっていうことだね。ここだね、狂乱のセレナーデの後からです。見てみよう。まずハイパービート、ハイパービート、これは雑魚敵から出たみたいだね。で、赤き一戦で、ド発展、ここら辺はボスが出すね。赤き一戦とド発展はボスが出すみたいです。そして3番人キック、これもボスが出したね。ボスはこの3つか、まあ全部炎っぽいやつを出すんだな。はい、ファイナル黒い稲妻、これはザコから出ました。で、赤き一戦2つ目、あ、赤き一戦どんどん出るね。で、ド発展出てます。で、もう一丁ド発展、なんか決まったものしか出ないねここは。で、赤き一戦、変わったやつっていうのはなかなか出ないっぽいな。で、ユニバースブラスター、これはたまたま出たね。そんな強い必殺技ではないけど、まあ一応出てます。で、3番人キック2つ目かな。
そして、そろそろ終わりです。また出たね。3番人気キック。で、ラスト。ド発点。横一文字切り。です。もうなんだろうな。ここは決まったものしか出ないっぽいね。ド発点。そして、赤き一戦。3番人気キック。大体それみたいだね。でもまあ素材のね、バーニングとか、あの辺は結構必要になるので、回ることも多いかと思うけども、コマンドメダルはあんまり期待できるところではないみたいです。はい。ではね、また他のところもやってみますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。